エピソード4、生きている神殿。あ、これはさっき入った入り口の先か。ドアなんじゃこりゃ。すごいなこりゃ。あ、ここにレバーがあるぞ。なな、何が起きてるの。おお、下から道が上がってきたぞ。生きている神殿ってことか。おお、これが生きている神殿の中か。なんかいろいろとややこしそうね。ここから本格的にステージ開始って感じかな。あ、扉が開いたわね。こっちは後回しにしておいて、まずは石像。おっと危ない。まずは石像のかけらを取ってくるか。今です。なんでいちいち危ない真ん中行こうとするんだよ。いやだって、できるだけソウルオーブも集めときたやん。あ、岩が置いてあるわね。ここにこれ見よがしに置いてある岩は、これなんですよ。砕け散ったわね。敵ながらかわいそうな死に様だな。おっしゃーい、何個目かの石像ゲットを。ステージまたいでるから何個目か忘れちゃうわね。確かにな。とりあえずこの岩は持っていっとくか。それをどうするんだ。これは、これもんですよ。それ別に倒さなくてもよかったんじゃ。いや、僕の前に立ちはだかる奴は全殺しですよ。このやからだなお前。さて、さっき開けた扉の先はどうなってるのかな。ここは視点を回さないとわからないわね。先が安全なのかどうかもわからないな。お、こっちに回り込んでるのか。奥に向かってソウルオーブがたくさんあるわね。あ、黒い板はエレベーターになってるんだね。そこにレバースイッチがあるな。よいしょっと。あ、柵が上がって、奥に岩が置いてあるわね。ってことはこれであそこの2体を倒せってことだね。お、めっちゃ近づいてた。あっぶねー。ギリギリだったわね。あのお化けみたいな敵は、下のトゲメットみたいな敵と違って、こっちを追いかけてくるんだな。だから岩で倒す必要があるのね。もろたでく、ゲール外したー。これはまずい、これはまずいでー。あんなごっつぁんゴールを外すとは、がぜん追い詰められたわね。こうなったらかわすしか。あ、でもあんましつこく追っては来ないわね。あー、おーナイス。このトゲの壁で行き先が。頼む早く動いてくれ。おー動いたぜ。おっしゃーい。はぁ、はっはっは。また大明智くん。あいつ明智くんかよ。え、一体何が。大明智くん。明智くん。ぺしゃんこになったわね。明智くん。君のことは忘れないよ。あいつ思い入れもねえだろ。トゲの壁が動いたことでどうなったのかしら。あ、ここから奥に行けるようになってるね。おう、下に降りられるようになったんだな。あ、そして大量のトゲメットがいるわね。あれは避けていけそうにもないぜ。そうだね。どうやって行くんだろう。あ、今そこの奥に石像のかけらが。おお、かなり集まったわね。あと2つか3つで完成しそうだな。結構見落としそうな場所に置いてあるわね。そうだね。注意深く進まないとね。ってあれ、さっきよりトゲメットが減ってない？そう言われてみればそんな気が。あ、なんだあれ。なるほど。地面が白く光った場所からトゲが出てくるんだね。ってことはさ、ここで待ってるだけで敵は全滅するのね。まあ、そういうことになりますわな。この神殿は敵味方なく攻撃してくるんだな。そういうことみたいね。しかしなかなか最後の一体がしぶといね。あ、ご臨終なさった。よし、これで安心して先に進めるぞ。トゲが出てる時に進んだ方が安全ね。よしよし、ここまでは非常に順調だぞ。お、ここにもレバースイッチがあるね。おお、階層が一つ増えたぞ。2階建てから3階建てにトランスフォームしたわね。そのうち巨大ロボとかにならねえだろうな。そうなったらめっちゃかっこいいけどね。さて、どっちに行くんだろうな。あ、こっちに行けるようになったんだね。あれ、またトゲメットのところに戻ってきた？いや、でもさ、ソウルオーブが向こうに導いてくれてるよね。ってことは向こう側に行けってことなのかもな。あ、さっき一体倒しておいてよかったわね。そうだね、ここでさっきの行動が生きてきたね。しかしめちゃ危なっかしいな。そこまでしてオーブ取る必要なさそうだけど。なんか取らないと気が済まないんだよ。めんどくさいわね。よし、これで全部ゲットしたぞ。あ、一瞬石像のかけらが見えたわね。隙間にタイミングよく入らないといけないね。おっしゃーい。残るは右の角の部分だけだな。多分、あと一つで石像が完全に修復されるわね。ここは石像のかけらだけだったみたいだな。そうだね。そこの奥にエレベーターがあるから、これが順路なんじゃないかな。あ、上に石像のかけらが見えてるわね。よし、あれを取ったら石像が完成だね。と天井に注意した方が良さそうだぜ。これタイミングよく行かないと刺さるわね。頭にぐっさりと行くね。よし、今でエース。で、ここのエレベーターで上に上がれるのか。うおー、これはもろたな。おっしゃーい。
おお、石像が完成したわね。これで2個目の石像が完成したな。よしよし、石像集めも順調だね。でもさ、これってやっぱり実績解除だけなのかな？そこら辺がよくわからないよね。そうね、ただの実績解除だけだと、今後集めるモチベーションが保てるかどうか、その点が不安になってくるわよね。いや、やっぱり石像もちゃんと集めてこそですよ。なるほど、あくまでも石像集めはしていくのね。そうだね、僕の心が折れない限りは。お前の心はシャーペンの芯並みだろ。できる限り見つけていこうとは思うけど、まあ、もし見逃してたら、コメント欄などで優しく教えてくださいね。優しく教えなきゃダメなのね。そうだね。何せシャーペンの芯並みの心ですから。折れやすいってことね。さて、なんだかんだ言いながら、もうゴールが近づいてきてるよね。あ、確かに、奥の方にゴールっぽいのがあるわよね。このステージの石像も多分コンプしたし、あとはゴールに向かうだけですな。おう。このトゲの壁が足場になったんだな。いやー、素晴らしく美しいパズルだよね。これ考えてる人は凄まじいかしこまんね。なんかね、このゲームは韓国のゲーム会社の作品なんだってさ。すごいわね、韓国のゲームのクオリティ。さあ、ここから先はどうするんだ。一旦ここから落ちるしかないか。もう目の前にゴールは見えてるんだけどな。あ、でもそこから上に上がれそうね。上がった先にレバースイッチがあるぜ。お、ということは。おお、ゴールに通じる扉が開いたわよ。あとはもう一回回っていくだけね。ここが開いたりしないのかな？あ、やっぱり回ってこないとダメか。てかソウルオーブ取り逃したな。あ、ま、いいや。今かよ、ついさっき全部取らないと気が済まないって言ってたのに。大丈夫、今は気が済んでるから。ただの気分屋じゃねえかよ。まあまあ、石像はちゃんと取っていくんで、それで手打ちにしてくださいな。よし、ついにゴールね。ちょっと頭を整理したいな。まさかの続き。とりあえずレバースイッチを動かしてみるか。おお、なんだなんだ。わあ、なんか足場が動き始めたわよ。ここから先はタイミングゲーか。